何も誰もからの情報もなくて誰も意識してないんだなっていうところでしたね。なんかちらっと最後の最後の情報を聞きましたけど、本当に無心にみんなやってるから全然気づいてないのかもしれないですね、はい、やっぱり試合に出させてもらうっていうところの、まあ、自分がどんなプレーをしてどんな役割なのかっていうところを意識してやってて、別にチームに吹き込んでるって感じは、まあ、ないですね、そのなんか、うん、けどまあ一本入れば自分も乗ってくるし、やっぱチームを救える状況で出させてもらってるので、そこは本当に楽しみながらやってるところの一つではありますね、はい、これだけ試合数重ねてきて難しいなっていう時もありましたし、しんどいなっていう時期もありましたけど、まあ、ここに来てこういう調子で出させてもらって、まあ、今知ってるファンの方は、ね、こういうプレーをできるということは認識されてると思いますけど、最近見られた方はどういうプレイヤーかわからないですし、年齢と、ね、あれだけ見たらもうそろそろおしゃれなのかなと思うかもしれないですけど、まあ、自分はこういう選手だよっていうのをこの年になってもこうアピールできるというか、まあ、この分数でもで、まあ、試合の出た時間でもやっぱそれを表現できるっていうのは、はい、いいことだなと思いますし、まあ、それが本当に今こういうチーム記録とかあのところにつながってるっていうのも非常にありがたいことですね、はい、ればね、なんかさっきスタッフ確認したら9分しか出ないんですよ。ちょっとね、パッと点取れたかもしれないですね。っていうこう欲がね、やっぱ試合に出ないと出ないし、試合に出ないとそういう欲も出ないし、まあ、スタッツも残せないし、まあ、こういうポジティブな悔し側に肩にもならないので、まずはその本当に自分の役割というか、本当にまあ興味なしにプレーができれば試合に出れるし、できなければ出れないっていう本当シンプルなところだと思うんで、僕のこのプロの生活というのは、だからちょっとそうですね、そのシンプルなことを突き詰めてやっていくだけだなと思うんですよ。